続444回目のただいま遊んでいきます。続編です。お母さん、お母さん、ねえ、お人形を買ってほしいの。お友達が欲しかった、私は誕生日に頼んだっけ。でもお母さんは買ってはくれなかった。すごく怖い顔をしてダメって言うんだもん。でもいいの、家の中で可愛いお人形を見つけたから。そして次の誕生日が来て、その年のプレゼントはふわふわして可愛いクマのぬいぐるみ。ぬいぐるみに夢中になった私は、その日からあのお人形とは遊ばなくなった。あれ？そういえばこのお人形、いつからお家にあったんだろう。不気味に思えた私は、この手で捨てた。確かに捨てたのに。どうしてお家にいるの？タップで始める。お祓い道具を使って削ろう。初見の人もいますからね。ゲージがなくならない限り少女は呪いの影響で人形を捨てられない。じゃあ縛りますか。これ前と同じみたいな感じかな。私前はちょっと単発しかやってなかったんですけどね。集めるボタンを押してお祓い道具を集めよう。道具は一定置きに自動で出現します。ストーリーを進めるほど強力なお祓い道具。左下ですね。こんな感じか。前と同じみたいな感じかな。でもなんか続編になってる。音楽の音量とかどうです。くじ引きを引くとお祓い道具が出ることも。くじ引きでお祓い道具の他に人形がすぐに帰ってくるアイテムや模様替えの紙紙など様々なアイテムを入手することができます。じゃあくじ引き引いてみますか。動画広告を視聴して3回くじを引くっていうのがあります。じゃあちょっと動画広告視聴しますね。視聴を見ました。タップ。うわー怖い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 。後藤、ぬえの手、何かの手みたいだけど触らない方がいい。じゃあ残り2つですね。いいやつ出てくれ、頼む。これも同じみたいな感じかな。お、一等。使用すると捨てた人形はすぐに戻ってきてしまう。来てしまうってなってる。いいですね、すごく。後半とか役に立ちそう。大丈夫かな、この BGM の音量。あ、部屋で集めることのできるお祓いの道具、10個集まりました感じですね。でもまた広告動画視聴して3回見るとかか。呪いによって人形が帰ってくる時間が早まりました。じゃあ、まぁ、ちょっと人形をやら、これ浄化って何？なんかいろいろあるみたいですね。なんか前作やってた人は、捨てに行くっていうのはなんで重くて持ち上がらない。だから縛らないといけないね。なんか私、これタップでいいのか。長押しはダメだ。タップしないといけない。よーし、これで捨てられるよ。そろそろ捨てても大丈夫かな。じゃあ、捨てに行きますか。まずは、ゴミ捨て場ですね。これ29秒ぐらいみたいな感じ。捨てる。この下の絵とか変わってますかね。燃えるゴミとか。じゃあ、自宅へ。あ、平和な時間か。なんか模様替えとかもできるみたいですね。なんか少女の部屋とか。あ、福引きで入手するのかな、これはね。夕暮れの部屋とか。なんかここにね、福引きで入手するっていうのがあるから。あ、ほんとだ。4等が壁紙。部屋の模様替えができるっていうのがありますね。まあ、そんな感じですかね。もうびっくりした。忘れてた。そういえば捨てたんだ、私。40秒ぐらいで忘れてて怖かった、今の。こんなの絶対おかしいよ。うわ、びっくりした。復活してる。いろいろ。え？なんだったっけ、これ。あ、ちょっと変わるんだ。破れてる？右下。嘘。嫌だよ、お人形。なんでお家にいるの？大好きなぬいぐるみ。ボロボロになってる。まさかお人形がやったの。他のことは遊ぶなってこと？私のお気に入りのぬいぐるみが。あ、え、これ、破られてるってこと？これ。右下のところ。なんか前より怖くなってない？踏んだら危ないし、早く捨てに行こう。バナナの皮。なんかいろんなもの捨てる、拾ってるんですけど。飴の包み紙とかですね。バナナ。初めて拾ったやつは今みたいな感じのやつが入るみたいな感じですね。集めに行く？これも、だからすぐ集めない。
これなんていうんだ、手をスライドすると楽ですよ。他は特に手に入らないで一定時間で出てくるから、なんか何度かね、時間経つとこうやって出てくるからね、他のことをやっとくみたいな感じかな。じゃあちょっと部屋に戻るか。で縛るか。これかけるとかだったら多分ちょっとだけ上がると思う。こんな感じ。ちょっと分かりづらいかもしれないけど、今日は縛っておくか。これ全部使おうか、もう一回。そろそろ捨てても大丈夫かな。じゃあ捨てに行きますか、もう一回。あ、新しいところまだ出てないね。あ、帰宅までの時間マイナス 1% ってなんだろう、これ。なんとかのやつがあるってことかな。じゃあちょっと捨てる。また同じだけどね。様子見に行ってみる。おぉ、もう戻ってるよ。なくなってる。これ、あれか、ゲームやめとっても大丈夫みたいな感じでしょうね。記録とか見てみる。日記は今までの見る。るみたいな感じだね。開くみたいな感じか。まだ日記がないのかな？最新ページとか見れるよ。ね、多分出てくるよ。これ多分戻ったら、閉じたら いますから、絶対。怪奇現象とかまだ全然だけど、いろいろあるみたいですね。20分のなんとか。日本人形の姿、ちょっとずつ変わっていく。みたいな感じですかね。コレクションもある。あ、今、ゴミ捨て場のやつは、あともう一個あるみたいな感じか。だから一緒に人形と帰ってくるみたいな。で、あとは映像を見るっていうのは、オープニングとか、エンディングも結構あるみたいな感じかな。じゃあ、閉じますよ。あれ、まだ帰ってきてない。あれ、なんで？あ、集めとくか、じゃあ一応。あ、結構早く溜まるな、これ。いいね、こうやって。はい、部屋に戻る。お、右上見て、何これ。こんな、うわ、びっくりした。開けたら戻ってくる感じか。嫌だ、助けて、誰か。また顔が変わるみたいな感じか。いや、夏にやるゲームとしてはすごくいいかも。お人形帰ってくるの気のせいじゃない。前より遠くに捨てて、真っ暗で狭いところ、これならお人形出られないから帰って来れないよね。目、真っ黒。新しいところが追加されたみたいな感じになってます。拾っとくか。部屋に戻る。集める。ちょっとこれも定期的に集めて、縛って、新しいところに捨てに行こう。浄化とかは持ってないからできない。これ空いた時間とかにできますよね。あと少しか。これも縄とかで行きたいな、これは。よし。じゃあちょっと縛って。そろそろ捨てても大丈夫かな。じゃあ次。これは59秒ですね。だから最初はほんとサクサク遊べますよ。捨てる。なんか、すごい捨て方してるんだけど、これペットボトルとか缶とかそういうのじゃない？ちょっと、ゴミの分別も考えましょうよ。さすがにだろう。設定もいろいろできるみたい。あ、音楽とか効果音とか、ね、レビューとか。で、他のアプリとかも見ることができますね。で、模様替えは、ちょっと、今、あれがないからできないね。様子見に行ってみる？戻ってこようとしてるね。はい。待ってる間、これ、広告視聴して、やっとくっていうのもいいかもしれないね。スキップ、3等。人形のゲージを最大値 50% 消費させる。これ、後半多分役に立つな。浄化のかけら。3等ばっかだよ。あ、浄化の玉が 100% みたいな感じか。もう一回広告見てみるか。なんかくじ引きがね、結構引けるから、すごく遊びやすいかもしれませんね。5等、呪いの絵、不思議な赤色。なんだか鉄のような匂いがするけど、これって。あ、コレクションも入手できるんだね。で、呪物、人形が帰宅するまでの時間が短縮される。案外5等とか嬉しいんじゃないのこれ。スキップとかやってますね。すごい。ちょっと音量の音とか。これ3等とかも結構手に入るからね。ただ壁紙が欲しいんだけど、私。壁紙入手できないかな。2等か。まあ戻るか。そろそろ帰ってきてるんじゃない？ほら。これ開けなければいい話なんだけどね。怖いね、でも。あ、お帰り。左上、ろうそくも増えていってますよね。3本になって。どうして帰ってくるの？なんかプラス9とかなってる。あ、新しいところ行ったから新しいゴミ持って帰ってる。うわー、怖い。
遠くに捨ててもダメだったお人形、帰ってきてる。どうしよう。でもお母さんに見られたらきっと怒られる。お母さんはお人形が嫌いって、だから見つかる前に捨てないと。うわぁ、目玉がギョロって、どうして笑ってるの。怖いな、ちょっと本当に。集めとこます。まず集めとこ、これは。回復する時間とかあるから。で、その後よ、部屋に戻る。せっかくだからこれ使ってみる。ね、半乗か、半分減らすみたいな感じ。まあちょっと、あれですよ。本当はね、レベルが上がった時にやった方がいいと思うんですけどね。紙コップとかいろいろ手に入りましたね。で、あと縛るか。まだ最初の方にはこの浄化のアイテム使わない方が多分いいと思いますよ。そろそろ捨てても大丈夫かな？なんかすぐダメージ与えられることができる。私ちょっと実況だから使ったみたいな感じですからね、これ。後半絶対やった方がいい。じゃあちょっとこっち捨てるか。同じ動きは、なんか、エフェクトも変わってるから怖いよ、今の。本当に様子見に行くって言っても、これ帰ってきていなくなってる。これは同じだよね。集めとこっか。時間のある時にね。怪奇現象今回合ってないな、まだ いろいろ。なんか、どうびっくりした。いないよね、そりゃ。びっくりした。だからまあこんな感じに空いた時間にね、なんか遊ぶみたいな感じですね。くじ引きでも引いとこうかな、広告見て。何気にね、このくじ引き楽しいですわ。当たって頼む。6等は一番いらないよ。4等、あ、やっと出てきた。部屋の模様替えができる。私この実況撮りたかったからちょっと頑張って引いてたみたいな感じですかね。お、4等また出てきた。いいね。うお、びっくりするじゃん。模様替えから部屋の模様替えができるようになりました。こんなところで泣かない。もう、ちょっと模様替えしたいのよ、先に。お願いって。戦わんの？あ、さっきの方が怖かったわ。ずずずずず、ずずずずず、変な音聞こえる。最初の時とお人形、顔が、体が違うの。なんで？怖いよ。早く帰ってこられない。場所に捨てないと。顔から手が出ている。それ言われたら怖いわ。確かに出てる。これ今の段階でタップしたらどうなるの。模様替えしてみる。気分変えてこっちに模様替え。少女の部屋。うわ、変わった。だいぶ変わりますね。のじゃあこっち、呪われた部屋。いや、これやめとこう。なんか怖いわ。さらに怖くなった。 もっとね、可愛い感じにしとこうか。こっちに戻しとこうか。これだったらちょっと、あれだな、あの、怖さ半減できるんじゃない？なんだけど。あ、こっちも変わんの？へぇ。で、怪奇現象とかどうなんだろうね、これね。なんか新しいの払うっていうのが手に入ったんだけど。使ってみる、これ。結構減るみたいな感じなのかな。要はこんな感じで。今のはこれで。さあ、捨てに行けるかな。いいね。貼るっていうのもあるね、最後。じゃあ捨てに行く。まだ新しいところは変化してるよ、これ。何この変化って。次変化するってことなのかな。短い CM もね、ありますね。さあ、これでね、ちょっと待っとくっていうのもいいし、ゲームやめて休憩しとっても多分大丈夫だと思いますね。まあ集めとこっかな、こんな感じでね。で、あとまだ集まってないくじ引きか。この部屋の壁紙とか、ね、呪いコレクションも欲しいですからね。なんか4等5等とかがいいかもしれないね。捨てた人形がすぐに戻ってきてしまうっていうのは何時間とかなるのかな、後半。その時になんか使ったりとかするといいかもしれませんね。今回まだ早いからね。帰ってきた回数4回だね。様子は見に行かない。もうのんびり待っとく。こんな感じに集めたりとかして、なんか怪奇とか起こらないかな。おー、帰ってきたよ。でも最初のが一番怖かったな。目の前にいたから。これなんかドア開けてやるから、ちょっと怖さ半減してるから、今のところはね、大丈夫。お人形さんがずっと見てる。なんか変わったかな。うわー、すごい。何これ。公園にお人形を捨てに行ったら学校の友達がいた。私のお人形汚くて古臭い人形って笑っていた。こんなお人形嫌い。だから砂場に埋めた。これならきっときっと。体崩れてる。公園の砂場っていうのが解放されました。アンケート。楽しい。
色とか。だからちょっと、まずこれ、変化のやつ、ちょっと右の方使います。これ、ま、一気にできる。で、捨てても大丈夫かなで。これね、絶対後半に取ってた方がいいと思いますけど、私は先ほども言いましたけど、ちょっと実況だから使っているみたいな感じですね。だんだん伸びてる。1分57。捨てる。埋まってないよ、全部。ちょっと出てるよ。容赦なく埋めておいた方がいいと思いますけどね。集めるやって。まだ新しいのないのかな？部屋に戻って。記録。これ、映像とかも過去の見れますからね。まだエンディングがね、一回もやってないから、コレクションか。これもだから、あれだね。あと残り1個集めるためには、また同じところに捨てて集めるみたいな感じかな。で、このやつがコレクションのやつですね。呪いの絵とか。これを集めることによって、なんか、ボーナス、帰宅までの時間がマイナス 1% ずつされていくみたいな感じですかね。だから、このおみくじ引くっていうのも大事ですよね。怪奇現象本当、早く会いたいな。20個あるみたいなんだよね。どうやったら出てくるんだろうね。なんか怪奇現象のやり方みたいな。どっかタップするのかな、この、今いない時とか。いる時にタップするのかな。まあ、詳しい人が多分、動画投稿してるかな。ずっと何か逆さまにしてみる？スマホ。特に何もない。振ってみる。関係ないか。開けとくか。ちょっとしばらくこの画面ずっとやってみるか。ちょっといろいろ集めるとか移動しすぎちゃったからね。怪奇現象が起こらなかったのかもしれない。あといろんなとこタップしてみよう。ちょっと手に映ってないけど。起こらないか。怪奇現象っていきなり起こる感じかな。まあ、実況でちょっと怪奇現象っていうのも一つは見せたかったんですけどね。ドア開け閉めしても関係ないよ、ね。まあ皆様各自ダウンロードインストールしてちょっと探してみてください。そろそろ戻ってくるんじゃない？なんか気になってきちゃったな、捨ててるの。もう戻ってきてるよ。これもうびっくりした。これがびっくりするのよ。ドア開けてから迎えるのはいいのよ。ここに目の前に現れてると本当にびっくりしちゃう。一人は嫌だよ。怖いよ。わ、なんか新しいのまた持って帰ったな。この時に怪奇現象が起こるのかな？お友達、学校に来なかった。みんな怪我とか熱だって先生が言ってた。もしかしてお人形のせい？昨日のこと起こったのかな？ズズ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 。またこの音もういいや。顔に何か文字か。なんて書いてあるのこれ。ちょっと、見れないんだけど。怪奇現象みたい。羽みたいな文字。あ、これ全部手に入ったんじゃないの多分。カラスの羽とか。あとは、子供の靴。あとは、綺麗な人。あ、ここはもう全部集まった。ラッキーだね。ちょっと待ってみる。怪奇現象ってどうやって起こるんだろう、これ。この音楽もいいですしね。これね、画面見なかったら、音だけ聞いてたら、よく寝れるかもしれない。なんか、いや、ちょっと待って。画面見たら怖くなってきちゃったな、でも。やっぱり。集めるか。結構溜まってる。これどんぐらい溜まるんだろうね。怪奇現象をお願いします。ちょっと出るか。こっちもどんどん使っていこう。捨てにくいになったらいいんだな。あとはちょっとこっちで調整する。そろそろ捨てても大丈夫かな。起こらないよね、怪奇現象。まあこんな感じでね、なんか遊んでいくみたいな感じですね。なんかでも変化って書いてあるよ、これ。模様替えしときました。これすごいよね。もう来るなみたいな感じで、お札めちゃめちゃ貼ってるみたいな感じになってるね。これ様子を見に行くで、この真ん中に人形来てたら、もう何これ使うっていうの、右下のやつ。あ、そっか、鈴か。あと人形は1分ぐらいで戻ってくるみたいですね。だから1分間の間に、感じにやってる。あとゲームやめたりとかね。じゃあこの人形が帰ってきたら、ちょっと今回の実況は終わります。もし気になる方はね、各自ダウンロードインストールして遊んでみてください。さあ、戻ってくるならそろそろ開けとくか。でもなんか後半早く帰ってきてって感じになってきたけどね。エンディング見せますか？一つだけ。どうだろう？結構でも長いんですよね、この様子を見に行く。多分まだまだね、エンディングは先だと思うんですよね。気になりますよね、今後どこに捨てに行くのかとか。だいぶ距離が離れていってるみたいな感じか。
あと12秒か。人形が戻るまで。怪奇現象だけ見せたかったけど、今回は怪奇現象起こらなかったです。開けとこう。そろそろ戻ってくるだろう。一回マップ移動しないとダメだと思いますけどね、これ。突然なんか0秒になったら戻ってくるとか、そういうのではないと思う。だから一回こうやって集めるとか、他のところに移動した後、こうやって戻ったらいるんじゃない？ほら。ずずずずずずず、この音嫌い。プラス16。ろうそくが増えたよね。変化するってことか。私もお人形も呪われてるって。お友達の怪我は私のお人形の呪いのせいだってみんなが言うの。怖くてお人形のこと見れない。でもお人形はずっと私のことを見てる。あ、なんか綺麗になってるよ、でも。いや、あ、ちょ、お腹が怖いわ。では、ご視聴ありがとうございました。実況者は、チョメでした。最後に、おまけです。私ね、釣りライフプラスっていうゲームをやってるんですけど、最新情報でこの続444回目のただいまを知ったんですけど、このサムネめちゃめちゃ怖くないです？すごくうまくできてますよね。私ほんと早朝起きてから釣りライフプラスログインしてちょっと遊ぼうかと思って目が一気に覚めましたからね。すごいですよね、これ。捨てたはずなのに。なんでお家にいるの？ちょっと同じグローバルギア様のゲームなんですけど、このゆるゆる釣り RPG 釣りライフプラスっていうゲームもね、すごくね、楽しいゲームなんですよ。もしまだ遊んだことない人は、ちょっとこちらの方ね、遊んでみてください。本当にね、楽しいですよ。ちょっとね、ホラーゲームとかそういうのではないんですけどね。ここのアプリですね。で、ここのところのゆる脱出っていうところじゃなくて、やり込み結果のところにあると思います。この釣りライフプラスっていうゲームですね。